開きかっこブダペストイコール清水昇は閉じかっこ水泳の世界選手権第6日は19日、ブダペストで行われ、シンクロナイズドスイミングのソロ、フリールーティン、FR 決勝で、乾友紀子、井村真紅は 92.0667 点で4位だった。スベトラーナ、コレスニチェンコ、ロシアが 96.1333 点で優勝した。オープンウォーター女子5キロは新倉みなみ、セントラル目黒が16位、森山幸美、日体大が21位だった。